はい、えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます腕時計のあれこれですさあ2018年も半分経ちましたけど2018年のうちに話しておきたい動画をあげようかなと思います皆さんこの映画ご存知ですか日本 プライベート・ライアン。ライアン二等兵っていう、まあ、映画ですね。公開されたのが1998年。今から20年前です。スピルバーグ、スティーブン・スピルバーグ監督、トム・ハンクスが主演で描かれた映画なんですけど、これはもう、 凄まじい映画だったな映画のそれまでのもうことを全部変えちゃったような映画でしたなんでこのまあ映画で受けた感動とかどういうストーリーとかまああのすごいシーンとかまあいろいろあるんですけどそういったものを 今回お話できればなと思います、まあ、このプライベート・ライアンの舞台は第二次世界大戦もう末期ですね1944年6月6日、まあ、歴史上あった史上最大の作戦と呼ばれるノルマンディ上陸作戦 D ・ D から始まります。まあ、映画の一番最初の冒頭一人の老人が共同墓地の,あの軍の墓地の。 ところは家族と一緒に歩いてるんですけど一言も発しないんですね。でだいたい5分ぐらいの映像の後ノルマンディ上陸作戦のシーンになるんですけど、まあ、そのノルマンディ上陸作戦上陸戦がこう開くと、まあ、ドイツ兵の機関銃がもう火を吹いてもうなぎ倒されていくんですけれどもとにかくその戦闘シーンが。 あれだけのメインの戦闘シーンがもう前振りなくいきなり映画のもう冒頭に始まるんですねそれもかなり長い時間そのノルマンディの海岸を制圧するまで描かれるんですけれどももう凄まじいです最初一方的にやられて撃たれてセリフもなければもう弾の音と悲鳴としか聞こえないシーンなんですね で実際海に飛び込んだらカメラも海に入ってそのカメラに撃たれたこう土が跳ね返ってこう当たるんですね画面にでもちろん血しぶきも降りかかるわけです実際にもうさながら戦場にいるような雰囲気になるシーンなんですねでまあその後いろんな戦争映画が あのパクって真似して実際にカメラにこう血がつくようなわざとらしい演出をしてるんですけどあのプライベート・ライアンがその先駆けですもうそこにいる兵士の一人になれる,なるえーシーンですねあの最初の戦闘シーンあのすさまじいです何度見てもこのプライベート・ライアン以上の戦闘シーンどれだけ CG とか 技術が発達してもこの映画の最初の戦闘シーンほど震えるシーンはないですね。うん、で、まあ、その戦闘のあとある任務を与えられて戦闘で、まあ、亡くなったライアン兄弟がいるんですけど最後のジェームス・ライアンという。 男の子をまあ家族があの兄弟が全滅したんでお母さんのところに返してあげるって全員というミッションを受けるわけですね。そしてあのどんどん戦場の奥深くへ行ってその間に大事なチームの仲間が二人亡くなるんですけど、うん、まあそんなシーンをこう経て最終的にライアンを。 救いに行くんですけどまあこの戦争映画のすごいところはまあ今から20年も前に作られた映画になっちゃったんですよね、うん、戦争をですねこの映画は美化してないんですねいろんな戦争映画ありますけどあの 今はの際に「あ、国のために死ねる」とかあのー、さもこうやっぱり戦争を美化するようなセリフとか大体いい言うんですけどこれはもう一言も言わないですすね、戦争を美化するってもう亡くなるあれはうちに帰りたいとか「お母さん」 まあまあって叫びながらもう亡くなる方ばかりと言いますかあの国のために死ねるなんていうのは一言も発しないわけですね映画の中で、うん、まあそれが本当,だと本当だと思うんですよ戦争行ったことないから分かんないですけどねえうちの親戚のまあ祖父とかもね戦争行ってましたけど。 それは行きたくなかったって言いますよ。死んじゃうんだから。行きたい人なんていないと思いますよ。うん。まあこの映画は本当にすごい映画でしたね。プライベート・ライアン。この船とかも実際にのものを使用したって言われ、使用してしたとこう確か書いてましたね。うん いやこの映画はもう20年、30年、20年経ちましたけど、もうこの先も永続的に永久的に語り継がれていく映画だと思います。プライベート・ライアン。うん。3時間近い映画なんですけど、1秒も気が抜けない映画でしたね。で、まあこのスティーブン・スピルバーグの戦争映画って、 結構たくさんあってまああの有名なのが「バンド・オブ・ブラザーズ」っていう1本が1時間ぐらいで10本組になっているこの同じドイツの、あのー、戦,戦線ですねを描いている戦争映画がありますあえー、戦争ドラマって言ったらいいですかねドキュメンタリードラマしかもそれは実在した方実在したチーム 実際にどの戦争でなく戦闘で亡くなったっていうもう実在する方から話を聞いてストーリー構成されていてあの本当の話なんですねだからもうとにかくリアルですでプライベート・ライアンとこう空気感が似てますねやっぱり同じ時代の同じ服装で同じ戦争ですから。 映画の雰囲気がかなり似てますでまあそのあと「パシフィック」っていうドラマもありましたね。これは太平洋戦争の日本との戦闘のドラマなドキュメンタリー、まあ、ドラマなんですけどやっぱり日本人としてその「パシフィック」を見たら結構。 衝撃的でしたね。うん。あの、万歳アタックっていうんですかうん。かなりリアルに描かれてると思います。あの、脚色なく、本当に機関銃でなぎ倒されていくあれは、うん、悲しいですね。まあ、そんなこんななんですけど、まあ、とりあえずこの映画は、あの、もしご覧になったことがない ようでししたら確実にレンタルをてて見ていたただきたいなと思います、うん、いいます映画、いいも悪いもっていうか、これは私が初めて見たのは、もう公開からかなり経って、まあ、実際公開した時なんてもう子供で幼いんでこの絵、こんな映画は見れなかったんですけど、中学生になった時にレンタルで見ました。それから まあ、はまったと言いますか最初に見た時はすごい気持ちになりましたねもうほ戦争の何たるかと言いますか本当の戦争を見たという気持ちになりますもう震えちゃってこうまともに寝れないぐらいすごい。 本物っていう感じがしましたね。うん、でまあ繰り返し何度見て作品そのものの作りにまあ魅了されていく撮影技術であったりまあその編集技術というんですかね。うん、もう本当にこれ 本当に撃ってるとしか見えないんですよね。本当に撃たれてなくなったんじゃないかって思うような、うん、シーンばかりです。で、この、まあ、武器であったり、ユニフォームであったりっていうのはもう、もう本ちゃんの感じですからね。欠点がないっていうところですね。まあ、こののトム・ハンクスの お芝居お芝は演技といいますかもうあれはほれぼれするあれでしたねうーん、まあ、いろんな戦争映画あったんですけど、まあ、プライベート・ライアンとかあとあ「ブラック・オーク・ダウン」とかうん 戦争を美化しない映画っていうのはやっぱり本当なんだろうなっていやっぱりこの映画を見ると戦争ってやっちゃいけないんだってもう誰が見ても思うねことですいやこれは凄まじい映画だったんだよね 相当これは映画史に残ると思う残ってるやつですねこれあのプログラムも実際僕は映画館に、まあ、行ける年齢じゃなかったので当時もう,でもう小学生だったんで小学校低学年ですよねかもでもまあそうか見ようと思えば見れたわけですもんね当時そんなに 年齢制限があんんまりなかったと思うんで普通はもうこれ15歳とか18歳以上じゃないと見れないようなシーンだと思うんですけどこれ映画館で見たらすごかったでしょうねでこのカタログはその後中古屋で手に入れたカタログなのでプログラムなのでうんいやついてたなと思いますよ 今はもう手に入らないですからね。はい。まあちょっと、あれこれは、プライベート・ライアンが公開してから20年なのかっていうところでね、お話しさせていただきました皆さん、好きな映画、一番こう心に残る映画っていうのは、何ですかね、皆さんの。いろいろちょっと映画の話、映画大好きなんでね、映画の話を。 もうい,いろいろできたらなあと思ってますこのあれこれの動画の中でまあ何でも見ます「君の名はも」ももちろんあれだけ流行ってましたから見ましたしうんあと最近最近というあれでもないですけどねいろんな映画大好きですねうんまあもうプライベート・ライアンこれは好きというあれよりはうん凄まじい映画って言ったらいいですかね もしご覧になったことがなかったら、うん、心してご覧になったら良いと思います。あとはそうですね最近あやっぱりあのなんだかんだ言ってマーベルヒーローズとかは <laughs> 好きです。結局完全凶悪で、あのー、かっこいいですし。うん、で、えーあのシ「シン・ゴジラ」も見ました。 あれね、まあ、大杉さんが出てらっしゃって、もうお亡くなりになってるのかなと思うと、すごく切ない映画ですけど、シン・ゴジラ。ゴジラの動きが野村萬斎さんだっていうのが面白いですよね。うん、まあ、こういった映画の話も、あれこれの動画の中でいろいろできたらなと思っております。まあ、今日は、どうしてもこの、 2018年のうちにね全然時計と関係ないんですけど話を聞きたかったんでプライベート・ライアン、うん、皆さんのコメントも待ってますあのすまじい映画でしたねほんとこれは最初の戦闘シーンでダーンって見せてその後ストーリーに展開していくんですけどそれでも冒頭の戦闘シーンがすごすぎるのにそれでも人を飽きさせない、うん 編集ととと言言言いいいままますすすか、か、かカットと言いますかストスーーリーと言いますかうん全部でしたねやっぱりこうかっこつけてない美化させてないリアルだからこう人を引きつけるのかなぁと思いましたはい皆さんのお気に入りの映画は何でしょう是非コメント待ってますまた動画上げてきますので失礼します